まずは区内の出来事をまとめてお伝えするウィークリーニュースです。今週はご覧の話題をお送りします。はじめに7月3日に開催された社会を明るくする運動街頭駅頭宣伝の模様をお伝えします。7月は社会を明るくする運動の協調月間です。この日熊野前駅周辺では小口区の保護司会のメンバーや地域の関係機関などが集まり啓発活動が行われました。社会を明るくする運動は全ての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。朝の通勤や通学で駅を利用する人たちに啓発用グッズを配り、社会を明るくする運動を PR しました。今日も今ここで皆さんにお配りしてるんですけれども、皆さんご存じない方が多いんですよね。やはりこれからも続けていくっていうことによって皆様に少しでも分かっていただければということです。で、犯罪のない明るく住みよい小久の町になればいいなと思っています。この日保護司の皆さんは更生保護のシンボルカラーである黄色の T シャツを着て社会を明るくする運動を PR していました。続いてはこちらの話題です。7月4日、由比の森荒川で働く消防の写生会優秀作品展示会が始まりました。荒川消防署管内の14校が参加して行われた働く消防の写生会、今年は1570人の参加者の中から111点が入賞しました。この働く消防の写生会は今年で72回目になります。小中学生の皆さんに消防車両や消防隊員の絵を描いていただくことを通じ、消防の仕事への関心を高め、防火防災意識の育成と向上を図ることを目的としています。また作品の展示会や表彰式といった機会を通して広く防火防災思想の普及を図っています。展示会には学校の校庭などで消防車両や救急車を実際に見ながら描いた絵をはじめ、未来の消防をイメージした図画、火災予防や地震対策について描かれたポスターなど個性豊かな作品が並びました。最後に荒川消防署からのお知らせです。令和5年中の救急出場件数が過去最高を超えるペースで増加しています。これから熱中症による救急需要のさらなる増加が見込まれます。皆様は体調管理に十分にご注意ください。緊急性がなくて自分で病院に行くことができる場合、公共交通機関や民間救急車を利用するなど救急車の適時適切なご利用にご協力をお願いいたします。展示会は7月27日まで行われています。なお8月30日には由比の森荒川で表彰式が行われます。また楽しみながら防災について学べるイベント防災救急フェアが同日開催されるということです。続いてはこちらの話題です。7月4日、日暮らしふれあい館で低栄養予防教室健康長寿の料理術が開かれました。区内在住在勤のおおむね65歳以上の方を対象に開かれたこの教室、梅雨バテ夏バテ予防の食事をテーマに、食事の面から夏を元気に過ごすポイントが紹介されました。
教室では管理栄養士の職員が消化の良い食生活のポイントに加え、栄養バランスの良い食事の形を紹介。また、手間なく簡単に栄養バランスを整える調理法を実演しました。紹介したレシピは、ニラチヂミや夏野菜の肉味噌添えなど全部で4種類。トマトとカレーパウダーを加えて作る肉味噌は、ご飯のおかずにもなるレシピです。主食ご飯、主菜がひき肉で、副菜として、トマトも入ってるし、おナスも入ってるし、ネギも入ってるしっていったような感じで、一皿で主食、主菜、副菜が揃う。実演後には受講者が夏野菜の肉味噌添えを試食。カレー風味の肉味噌と夏野菜の相性の良さに舌鼓を打っていました。カレーの味がとても風味が良くて美味しくいただきました。実際に自分でこう見てるのよりも作っていただいたのを見て、やっぱり見た方が作りやすいかなと思いました。教室ではサバの缶詰を使った漬け汁でいただくお蕎麦のレシピも紹介されました。続いては2つの話題をまとめてお伝えします。7月7日と8日の2日間フラット日暮里でクリエイティブショーケースが行われました。このイベントは日暮里線以外にゆかりのあるクリエイターが日暮里地域活性化施設フラット日暮里をショーケースに見立て、展示会や販売会を行ったものです。区が主催をして東京日暮里線卸協同組合の皆さんにもご協力いただいて、みんなで協力して盛り上げていこうというためにやっております。ただ展示販売するだけではなくて、クリエイターさんにもお出ましいただいてコミュニケーションを図ることも目的としています。日暮里駅から日暮里中央通りを中心に繊維資材やアクセサリーなどを扱う専門店が軒を連ねる日暮里繊維街。そんな繊維街をさらに活性化させようと開かれたクリエイティブショーケース。会場には2日間で15組のクリエイターが出展し、手作りの布製品やアクセサリー、衣類などを並べ来場者に PR しました。やはり荒川区としてはですね、日暮里繊維街というのは有数の観光地だと認識をしています。ですからこのイベント等を通じてですね、たくさんのお客様がいらっしゃることで、活性化につなげていきたいというふうに考えております。7月7日から3日間荒川総合スポーツセンターで荒川の伝統技術展が開催されました。荒川区には江戸時代から受け継がれてきた技術を今に伝える職人が数多く住んでいます。このイベントは多くの方に職人の技術を知ってもらおうと昭和56年から行われています。今年は区内の伝統工芸技術保持者を中心に荒川マイスターや交流都市の職人などおよそ60人が参加しました。荒川の伝統技術展の魅力の一つは職人の技を間近で見られることです。イベント初日には区内18校の小学生が見学に訪れ、職人に直接質問を投げかけるなど熱心に学習に取り組んでいました。こちらは職人に習いながら伝統の技を体験できる職人体験コーナー。扇子や箸作りなどおよそ20種類の体験が準備されました。また区が実施している荒川の匠育成事業を修了した職人なども参加し、伝統工芸技術の継承に真摯に取り組む姿が見られました。今週はご覧の話題をお伝えしました。
以上、ウィークリーニュースでした。